嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。ピザってジャーナって言うらしいよ。イエーってことやな。めっちゃ無表情。どうも超無表情じゃん。さくらんぼチェリーでーす。帰ってこねー。いつまでやってんの。全然帰ってこねーよってことでやってみましょう。都市伝説のコーナー。イエーイ、ありがとうございました。お待たせです。本日も都市伝説に詳しいドテツラさんにお越しいただきました。イエーイ。どうもドテツラさん、よろしくお願いします。イエーイ。今日は赤いぜドテツラでーす。わーおーおーおーなんだやこの家でもたまに起きてしまうポルターガイスト。ポルターガイストは起きたことなくね。起きたか、あ、ないか。扉とかあるか、物が勝手に。あ、そうか、扉の。そう、あれはポルターガイスト。そう、物が勝手に動くとかいうポルターガイストなんだけど、うん、これ2000年に岐阜県の富加町っていう場所のこれ新しく建ったマンションで、マンションのほとんどの部屋でポルターガイストが一斉に起きるっていう事件が起きた。一斉に間違い、一斉にっていうかもう、ま、間違いじゃなくて、しかし聞けや。この事件すごすぎて、もう当時新聞とかテレビとかでももうメディアで大々的に報道されたの。こういう現象が起きちゃう住宅って別にそんなに珍しい話ではない。あ、そんな、そうなの。ただこれはスケールがでかすぎて一気に有名になってしまったっていう。街だから。そう、街がマンションね。マンション。そう、お前も話聞いてねえな帰るかお前さあ、もう2人でやろうかじゃあまあ何が起きたかと具体的に。そうそう、それよ。例えば真夜中にパチッみたいな音が聞こえたりとか、天井から誰かが歩いてるような足跡が聞こえたり。足音ね、もうまた言うてるけど、足音。まあこれはまだまだ軽いレベルなの。うん、まあうちも起きられてるからね。うち左膝を匂っと。いい匂いする。いい匂いする。いい匂いするわけないでしょ話集中せよお前も。めっちゃいい匂いしたんです話してる途中に左膝を匂う。2000年お盆ぐらいからさらにどんどん悪化していって、ドライヤーあんじゃん、ドライヤー。ドライヤー、あれ電源つけてないのに勝手にうわーって風が吹くすね。これには101号室に住んでる自治会長の田中氏っていう人がいるんだけど、この人も悩んでたわけよ。市に頼んだわけ。なんか家とかを直す業者の人とかに来てもらって、なんか故障してるんじゃないかみたいな、来てもらって確認してもらったんだって。はいはいはい。そしたらその人もその怪奇現象確認はするんだけど何も問題ないっすみたいな感じ。もう何、見て見ぬふり。そう、見て見ぬふり。お、何をしとるんじゃ。それは見て見ぬふりはできんぞでもそれでも怪奇現象はやまないから、祈祷師、そのお祓いする人。大丈夫大丈夫。そういうんじゃない。え祈祷じゃねえよ。えお祓いする方の人。ああ、こっちの祈祷ね。祈祷の師じゃない。そうそう、白い棒をわさわさする人が言ってんだ。ガチの祈祷師に頼もうとするの。はい。まあこれも市に祈祷費、お祓い頼むから市にお金ちょうだいと。ああ、祈祷費用ね。はいはい、費用、費用。祈祷費を求めるんだけど、特定の宗教に対してそういうお金は出せないと。なるほど。だから結局このお金ももらえないと。それでも住民たちはもうこの現象怖すぎるから、おじゃあくれないんだったら実費で頼むわと。実費で祈祷師さんに頼んでいったと。この様子を地方紙、地方の新聞の人いやしいな祈祷師と地方紙となんで陰踏んでくんねんお前地方費お願いしますもういやまあ合わせてかお前地方紙、地方の新聞がもう報道したことが全国に知れ渡って、うん、注目されたと。おこれを機に各地の新聞記者とか、うん、そのテレビ記者とか自称霊能力者を名乗る人とかがもう一気に岐阜県富加町に押し寄せていった。なるほど。下吉子、それは後で出る。出るんだマジで。出るたまれ押すな。出る。え、何何雷だよ。あ、雷。うおぉいって、いってこれはやばい。この家で雷はやばいな。マジじゃん。もうホンテッドマジ間違いない。もう3秒遅れてた俺が言ってた。自称霊能力者がどんどん押し寄せていって、うん、で、ある霊能力者が言ったことなんだけど、この地は30年前にある女性が自殺した場所だ。で、驚くことにこれ本当なの。当てたんだ。そう、本当に当てたの。ゲチで。
そう、だからこの女性の霊が原因でポルターガイスト起きてるんじゃないかって一人の霊でやっちゃって全部、うん、すごいね。まあこういう有能な霊能力者もいるんだけど、こういう霊能力者ほんと一握りで、ほとんどはもう適当な霊能力者ばっかりだったの。まあ例えばそのある霊能力者がこの地は危ねえから慰霊碑を建てなさいと、まあ建てるじゃん、うん、そしたら他の霊能力者がこれあると今後ヤバいことになるから壊しなさいっていう、あーもう、あーもう食い違ってるわけやで、言われて壊すじゃん。壊したその住人が原因不明の体調不良に陥るっていう、うん、まあもうそれが合ってたってこと。そう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 。ここでそのじゃあ祈祷している様子の画像があるんで、ちょっとこれをみんなに見ていただきたいと思います。祈祷の様子、もう祈祷してるね。あー本当にあれだ、陰陽師みたいな。そう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 、もうガチガチの人が絵をつけてみたいな。さらにタチが悪い祈祷師がいて、この地はもう今すぐお祓いをしたいと、やばいことになるから100万でお祓いをしましょうと。高っ。で対して住民の意見も聞かずに、もう勝手にお祓いを始めて、うん、高額請求するやつがどんどん現れる。最悪や、うん、これらの祈祷師はもう金と名声目当てでもうほとんど来ちゃってるんだね、うん、これがもうまず闇ですよね。なるほどね、うん、ここで登場します、下よしこ。出たこの下よしこさんが十数名ぐらいの弟子を連れてこの地にやってきた。めちゃめちゃ連れてくる。でお祓いをしたらその怪奇現象はピタリと止んだ。さすが下よしこ、やっぱ半端ないよ。これしばらくしたらまた現象起きちゃいます。ええ、止まったのはあくまでも一時的で結局起きちゃうんだよね現象。すごいんだやっぱり。それから2年経っても、うん、結局現象は止まなかったと。あまりにも止まなかったからある説が浮上してくるんだよね、うん、実は住民たちによって全て仕組まれていたんじゃないか説。マジでこれはすごい。すごい、それはすごいわ。そう、もしかして死の売名行為、名を売れさせるためによ、ね、なるほど。あー違います。このマンションいわく付きだって言って、家賃も住人全員で、あーやるよ。これはどうだ、そういうことを企んで騒ぎを立てたんじゃないかっていう説がある。あ、説なんだ。そう、これあくまでも説。この説が浮上してきたのにはこう理由があって、まあ、現在でもそのマンションあんの。そのマンション付近に住む人にインタビューしたんだって、うん、当時どんな感じしたかみたいな、うん、そしたらある人が何よお前めっちゃ聞いてる絶対聞いてないよそれ。いいよいいよ。ある人があの騒動は神経質な人がほんの一部ただただ騒いでいただけで、ほとんどの住人はそういう心霊現象あってなかったんだよねって言ってた。なるほどね。どういうこと。もうほとんどのそれ以外のほとんどの人やべえ、あいつどう話入ってこないんだよ。大事、もう大事。このポルターガイストを体験していた人々はほんの一部で、うん、実際はほとんどの人はそんな現象を体験してなかったんだよって言ってたの、うん、なんでじゃあみんなやなって、そういうことは。その安くしようっていうことでパチこいて、もう騒動を立てて安くしろ、安くしろ、みたいな。でもだったらよしこさんの時も収まるのおかしいけどね。結局真相はね、謎の部分が多いんだよね。まあ、これがなんで、謎なんだ。そう、なんでこれが収まったのかっていうのも結局よく分かってないし。これが本当の都市伝説だね。いや、これは本当なんか面白いね。最近都市伝説もうほんまの話やこれは実際に起きたけど、なんで起きたか、なんでやんだかっていう説がもういろいろありすぎて、うん、その原因がもう嘘か本当かわからんみたいな感じになっちゃってるんだよね。だからだってさ、そのこの何、え、待って、いやいやいや、パリパリパリ、わーい、やばいじゃん。それはやばい。なんで落ちたのかな今。俺がボルダーガイストだよね。待て待て待て、こんな感じじゃないんだよ。その結構やばかったよ今の。まあその家賃安くするためにこれは嘘で騒いだって言うけど、祈祷師に実費で払ったのは本当だし、嘘のためにそんなガチガチなことするかって思わない。なるほどな。じゃあもしかしたらガチの霊による超大型事件かもしれない。その可能性もあるんですよ。怖いね。現在こそ何も起きてないけど、またいつ起きるかわからないというね、そういう可能性もあります。信じるか信じないかはあなた次第です。過去一の都市伝説ありがとうございました、トテツヤさん。いやー、ありがとう、面白かったです。これはもう調べてて、俺もね、なんか面白かった、ゾクゾクした。結局のところ、わからないからね、うん、いろんな説があって。おっす。だからこういう都市伝説をこれからもね、どんどんやっていきたいよね。おっす。おっすじゃねえよ